はい、えー、こんばんは、えー、ポポンプグニャンストリームですということで、えー、雨降ってるんですかね、なんかね、ちょっと、えー、天気もなんかあれですけど、えー、体壊さないようにね、気をつけてほしいなと、えー、思いますけども、まあ、それにしてもいろいろね、 いろいろなんかあり,ありますね、本当に。うんまあでも、参院生もね、もう気づいたら、え、来月4日、あの、え、工事日になるんですかね。うん、工事か告示か、どっちか、まだはっきり、え、分かってないんですけどえ、誰か教えてくれたらね。多分工事,工事が、 参院選の場合は工事なんじゃないですか。どっちなんでしょうかね。えー、まあなんかこう、参院選2019ってね、なんか書いとったらね、えー、なんかそれっぽく、えー、それっぽい話してるようなね、感じが、そういう雰囲気がせえへんかなと。やってみましたということ。えー、クロリンさん、こんばんは。今夜ありがとうございます。 えー、YouTube ライブの方も、えー、竹内さん、こんばんは、ひろうもんさん、こん、ということで、ね、えー、やさでもさん、お茶ありがとうございます。いや、もう、あっという間ですね。本当もう、参院選ね、本当いや、もう、え、来週、来週参院選です。来週四日、ね、七月四日ですから、アールトさん、こんばんは。えー だからね、本当早い、早いですね、ほんとに。いやもうさっきあの、東京選挙区がね、なんかいろいろ気になるのに見てたら、えー、立憲民主の塩村彩香さんが100万票、えー、取りそうな勢いやっていう、えー、ネットニュースっていうかね、あのー、えー、6月上旬ぐらいのやつなんですかね、あれね。うん いや、ほんまかいな、ね、と。なんか、野党側の調査では、塩村彩香さんが、えー、100万票取りそうだ、みたいな。ほんまなんか、ツイッターにもコメントもらったんですけど、100万、百万やったら、蓮舫さんと同じぐらい取るんかいな、よね。もうそこはびっくりしましたね。工事ですよね、拾うもんさん。工事まであとわずかっていうこと。ん、いに、まあ、東京選挙区も、 ええー、まあ、何が起こるか分からへんとかね。本当に。えー、まあ、自民の丸川さんとねこ、今回丸川珠代さんが出るはると思うんですけど、えー、丸川さんと公明党の山口さんはもうこれはもう鉄板やろうなと。えー、っていうのは思うんですけど、まあ、他は本当にね、なんかもう、波乱があってもおかしくないんちゃうかなっていうね、そういう気しますけどね。 ミミカさん、お団子ありがとうございます。えー、お団子、お団子食べよっかい,みたいな。むしゃむしゃむしゃ。えー、むしゃむしゃむしゃっていうね、なんか、あの、子供の時ね、なんかそういう遊びありましたよね。あーぶくたった、煮えたった。えー、煮えたかどうだか食べてみよう。あーむしゃむしゃ。ヨッシーさん、こんばんは。 今まで朝鮮で取ってる票を足して、そんなにいくのかなとね。ねや、わかんないですね。ええー、このあの、アイドルのね、愛好の人、あの、変なこと書いたら、ポーンなんでね。ええー、まあ、あの、今は別に構いませんけども、ええー、適当、適当配信なんで まあ、だんだん、これからね、参院選、あの、まあ、いろんな議席予測とか情勢とかね。うん、まあ、そういうのは、チャオさんのところで聞きはったらいいんちゃうかな。政局をなうのね。ええー、と思う。まあ、僕は、もう、あの、適当に喋ってるだけって、うん、まあ、やっぱりね、まあ、アルトさん、アルトさんがね、コメントくれたんで、あれなんですけど、まあ、キラさんもね、本当東京選挙区で、 えー、これね、小池あきらさんの、あのー、小池あきらさんとキラーさんのやつをね、アルトさん取ってきてくれましたけども、えー、だキラーさんも一応大丈夫みたいに、あの、書かれたりね、言われたりしてますけども、そういう時は一番危ないっていうね。えー、共産党も本当にあのー、票のね、こう、浮き、浮き沈みというか、あのー、波が荒いですからね、共産党もね。 事故は固くてもね、共産党は、あの、増えたり減ったりみたいなね。えぇ、ー。さきまうさん。共産党全国区、沖縄からも島袋さんが出ました。3万で当選できると。あ、全国比例、島袋さんっていう方が出てはるんですね、これ。うん、3, 3万 ?3 万でできますか、でも。 えー、島福さん、ちょっと見てみましょうか。えーうんえー、沖縄ね、田原哲美さんね、そういえばね、選挙区、沖縄選挙区、まあ、これも重要ですよ、これ。えー、島福さん、島福なんていうんですかね、これ。島福圭介さんって言うんですかね。えー まあ本当に沖縄ね、今日はあは沖縄慰霊の日でしたよね、こうあの玉城デニーさん、えー、まあ安倍首相もね、なんか来たみたいなね、野党サイド、ツイッターでのやり取りが喧嘩みたいになっていると、うん、まあこれも選挙がね近くなってくると、もう、あのねまあ、どっちもですけど、え,ー、えらい揉めたりするんでね、これね。 ま、そういうのを、あの、ニヤニヤして、楽しもうじゃないですかと。<laughs> もう風物詩みたいなもんで、ね、選挙前ツイッターで、えー、喧嘩するみたいなね。共産党の中で上位なら当選できますよと。うん、え、ちょっと参院選のね、ちょっと、えー、前回の参院選2016、えぇ、ー、というのを、 えー、2016朝日の見てみましょうこれも本当あの比例のそのいや最低何万秒で取れるかとかっていうのがもう何回見てもね忘れてしまうんですよね比例区えー、比例区 あほんですね、えー。前回比例区、えー、共産党は2万3000票の武田良介さんという方が2万3938票で、えー、当選してはると、うん。そうですね。だから,だからまあ3万票あれば、五、えー、人、前回5人通ってるんでね。えーまあ、4番目に入ろうと思っても3万ぐらいいると。 いうことですねいや、沖縄も共産党強いと思うんでね、あのー、まあ、その辺がね、だから名前書かなあかんですね、本当に。あのー、全国比例っていうのはね。うん、だから名前をみんな書いたらいいんちゃうかな、他の党もそうです。えー、あの、党名書いてもあ,あかんですね、これ。天国スさん、お疲れ様です。 まあ本当も大変なねことになってますよ。本当に。もうなんか山本太郎さんのね、なんかことで以来、なんかこう、喧嘩みたいになってんなっていうのは、なんかちょっと、ちらっと聞いたり、見たりしましたけども。僕なんか別に山本太郎さんがね、あの、なんていうんですか、僕別に応援しているわけでも何でもないですけど、 ああいう人やんっていうね。あの、山本太郎さんっていうのはスタンドプレーの人なんですね。良くも悪くもね、うん。だから目立ってなんぼやから、もう別にね、あのー、で、僕はいいんちゃおうかなと思いますけどね、なんか。えー、沖縄共産党が強い。結構取ってたでしょ、共産党、沖縄、あの、地方選で、うん。だってあのー、 え、赤嶺さんは共産党やったでしょ、あれ。ねえ。あの沖縄、えー、なん一個やったんちゃうのさ、あれ。衆院選でうん。まあ、もっともっとね、本当に、あの、沖縄だけじゃなくてね、他のところでも野党が、えー、強くなってほしいなと。まあまあ、まあでも、 ねだから東京もそこそこ強いですもんね、共産党はね。で、大阪がね、なんか大丈夫なんかなって。なんかね。モーソレティックルザさん。沖縄強い、セナガ亀次郎さんが、えー、脈、脈と続く伝統がある。あそうですね。だからセナガ亀次郎さんの、 えー、子孫の人みたいな人も、なんか、議員さんなってたんちゃいましたっけね背中なんとかさんってう人。うちのところは全然ダメと。あどこなんでしょうかね大阪なんでしょうかね <laughs> そう大阪全然あかんやんよね、ほんまに。えぇ、ー、ほんまちょっと。 いや、やっぱ、あれもそう、地域性っていうのはありますね。やっぱり、まあ、この間、京都のね、あの、共産党とか、あの、倉林さんのお話、あの、ね、アルトさんと聞きに行きましたけども、うん、地方は厳しいと。うん、まあ、立憲もね、ええー、そう、本当なんか、あの、東京では、ええー、強いみたいですしね、うん、まあ、頑張ってほしいですよ。 まあ今回、自民党がね、あんまそんな3分の2、えー、自公と維新で、えー、3分の2っていうのはちょっと難しそうだっていうのが出て、ちょっとホッとはしてるんですけど、関西の共産党は良い議員を出してるけど、人気が弱いと。いや、ほんまな,なん、だからもうちょいなんかやらなあかんでしょうね。 僕何回も言っている本当に清水忠さんっていうね、わなんだあの、またね、衆議院議員になりはりましたけども。清水さんといういい人がいいと言う意味やからもっとつこたらええのになっていうのはね。これは僕は何回も言ってるんですけどね。えー、なかなかその辺がね、うまくないなっていうかね。バランスが良くない。何のバランスが良くない。 まあ、まあ、でもどこも大変やと思います、もうどこもねあの、運動してるね、まあ、党員とかの高齢化とか、公明党とかもそうですけど、えー、公明党もね、この間、大阪で、えー、あの地方選とね、あの知事選、市長選で、えー、応援して負けたっていうのありましたからね、維新が強いっていうね。 その維新もね、この間の伊藤芳香さんが、えー、参院選の大阪選挙区から出るっていうのが、えー、直前まで言われてたんですけども、まあ、伊藤芳香さんが降りて、えー、梅村瑞穂さんでしたっけ、えー、っていう、えー、女性のアナウンサーの方が出ると、えー、いうのがね、あの出てましたけども、うん。こんなん誰やねんっていうね。 いやでもそれ誰やねんっていうのってもうこうあの取るんですよね大阪の維新やったらねもうそこがね本当にこうなんとかならんかなとクースさん維新とか N 国とかいるからその辺が奥取ったらまずいと、うん、まあ N 国もねえー、どうなんかなっていうあの いや、僕は、ま、あ本当あの、なんと、その、参院選で一議席取れるかどうかと、やっぱり100万票いりますからね。あいや、それはやっぱりね、あの、山本太郎さんとこの令和新選組だって100万票っていうのは僕はちょっと難しいんちゃうかなと僕は思いますけどね。うーん。山本太郎さんは東京やったら、東京選挙区やったらもう、もうみんな鉄板っていうね。 えー、いう予想はされてますからね。だからやっぱ東京選挙からしか、えー、出へんのちゃうかなと思いますけどね。参院選やったら比例でね、比例も出せたら、えー、全部で10人立てなあかんでしょ。全然その数がね、今、蓮池さんしか、あの、名前上がってんのはいきませんもんね。まあだ結局は、もう、 山本太郎さんは東京選挙区で、えー、出ることになるんじゃないのかなと。竹雄さん、えー、こんばんは。与党が多すぎると思うと、うん。野良放送さん、ポポン晩は。沖縄県民が団結して沖縄出身の英雄に出たら余裕で当選すると。うん だそれやったらね、いいかもしれませんけどね。ただ、あの、方針があるんちゃいますかようわかりませんけどね。うん。令和は今週、一、二名候補者発表すると。でも、来週でも、あのー、え、公示でしょ参院選。7月4日やから。え、ねえもう、そ、まあと10日ほどの、その、まだ、のんびりしてるなっていう。 感じしますけどね,なんかね、うん、社民党又市さん不普通、普通になるので、完全に存亡をかけた戦いになるそうう。又市さんがね、まあ、体もね、あの、ちょっとねあ、ご病気されたっていうのもあって、うん、社民党にも頑張ってほしいですよ、と。もう社民党ってなんか、 あの結構かわいそうというかね、ずっとこう、民主党に引き抜かれたり、えー、立憲民主党に引き抜かれたりね、あの <laughs> け結構ね、なんか三味党でかわいそうなね、あ,のあれやなと、えー、あの思うんでね、で頑張ってほしいけど、比例は候補の 100, 100名以上来てると、な、うんでかなと思いますね。 いや、慎重になった方がいいと思いますけどね。それは、何でもかんでもね、あの、いや、ツイッターで私は令和新選組にから立候補したいですって言ってるね、あの、ネットでは有名な方いてますけども、えなんなんやろうなっていうね。まあ、そのなんでもかんでもね、こう、有名やから、候補にさせようってなったら、ほんまに、あのー、 むちゃくちゃゃくなると思うね、まあそこは慎重になってんのちゃうかそうなんですけどハードルの高いミオさんで団結して共産党そのものが小じみを出したがりませんとなえ。ミオさんっていうのは中村ミオさんでしたねなんかねあんまりもうね分からへんっていうね沖縄沖縄の中村 ミオさんでしょこれ、えー、社民党社民党ですよねこの人、ね、SDP とか SDP と書いてスチャダラパートは読まないって、ね、社民党です、ね、うん、3分の2は取れない まだから与党3分の2は取れない。ねまあ、野党がね、ほんまそれぐらい取ったらいいんですけどね。えー、いやだからあんまりこう前回とあんまり変わらん結果かなと。えーまあ、あとは、ただやっぱその老後2000万問題っていうのがね、かなりえ響いてるようだというのもあって、ひょっとしたら自民党、 が、えー、さらに議席を減らす可能性はあるんじゃないのかなと。うん、いや、取らせたらダメと、ね。ほんまに。えー、いや、まあ、ほんまね。いや、ダメは思いますけどね。なかなか、うん。なんで自民党に入れようっていう人がお,おるのかなっていうね <laughs>。僕は不思議なんですけどね。 <laughs> 中村美桜さんの半分でも当選できると思いますと。島袋さん、本当は当選に一番近いんですよと、うん。確かにね、だから3万票取,取ったら当選できる可能性あるんでね、うんと。沖縄でそういう動きがあってもいいと思うんですけどね。うん、それはこれ聞い,聞いてあるね、共産党の沖縄の人、ちょっと。えー どういう方針なんかなっていうのは、うん、いや僕も全然わかんないでね,んね、うんいや。確かに、あの、3万票で当選できますからね。あの、過去の、あの、例で言っても。うん、もう、本当に。この間あの、比例のね、あの、チャオさんの、ええー、あの、わかりやすく喋ってくれたやつが、あの、 YouTube にもアップしてますんで、えー、あれ聞いてもらったね。だからまあ、あの大体その最低、全国比例での最低得票ラインっていうのが、まだいたい決まってますよね、自民党やったら10万ぐらいとか、えー、共産やったら3万票ぐらい、えー、とか、そんな感じじゃなかったですかね。 だから2016年と2013年の、えー、比例の結果を見たらだいたいあ、これぐらいで当選できるかなっていうのが、ええー、まあ読めるかなとは思います。まあ沖縄もね、今日雨やったみたいでね。まあまた沖縄、本当沖縄も海,海がね、あの綺麗くてね、あ、れ良かったですね。ポポンちゃんの力で。 島袋さん、有名にしてくださいと。うんいや、ほんねだ、だから、三万、沖縄で三万ぐらいあるんちゃいますか島ね、共産票っていうのは。うんいやそれで、さっきさん言い張ったんちゃいますええー。まあ、これね、あ,あとで聞いてる人もいてはると思うんで、ええー、ちょっと考え張ったんちゃおうかな。う こ順位とかないですもんね、これね。あの、名前、名前を書かなあかんですよね、これね、本当に。うん、そういう意味でも、こう、この人を押そうっていう動きがあればですね、えー、いけるんじゃないのかなっていうのはね、思いますけど。うん、まあ、本当にね。 どうなりますかねほん、ま、ご参院選。えー、やっぱり秋,秋田県もね、本当あの地上イージス、イージス・アシュアのね、あれもこう、あのー、響いたらね、秋田も逆転できるんちゃうかなと思うんですよね、野党がね。うん、しかも全国から投票できるんですよ、沖縄応援できると。 ね,えほんとね、本当ね沖縄のねほんとその人がいてもいいと思いますね、うん、まあまあまあ僕も、ね、ちょっとね一応配信なんでね気,気使い持って喋ってるんですけど <laughs> 一応ここまでは大丈夫かなみたいなあのー、えー、いやいやでもほんまに、えー そういう動きはね、起きながらこの人をお応援しようみたいな。参院選、えー、これ、タカラさんね。本当にタカラさんも頑張ってほしいなっていうね。定規で測ったってやつ。ああ、Google Earth のね。むちゃくちゃやん。アルトさん、YouTube からありがとうございます。年金問題。 えー、感謝しろ。あ、あるさんも2行ぐらいでね、お願いしますね。<laughs> もうな長いともうちょ、読解力ないんですよ。えー、全国から沖縄を、さっきさん、えらいあれですね。あ、こさ,さっきさん、あれですね、名前をあれにしてるんですね、これ。今気づきましたけど。 おお。しま、島袋ですよね。島袋カッテレンっていう名前にしてるんや。あ、それで島袋、島袋いてん、ね。<laughs> そういうことかやな。あ <laughs> あ、いやいや、本当。いや、沖縄から本当ね、あの、僕沖縄にやっぱ希望があると思いますよ。本当に。秋田のイージスアッシュは。 関連えー、問題ないけど、東くエリアの1人区、自民党全滅の可能性もある、まあこれあると思うんですよね。あのー、で今まで秋田、えー、だけはずっと自民党が買ってきてね、他、か、前回も野党が、えー、6件中5件は買ってたんですけども。うん いや、あると思います。あんな怒らない飽きませんよ、イージス・アシュアの。あんないい加減だね。秋田自民。さ、う、き、ん、さん、今回は令和にと。<laughs> いえ、うお沼さんですか。今回やっぱり年金の消費税ですよ。両方とも、えー、自民まさかのね、状態と。うん いや、だから、これ、安心できるようなことを言ってくれたらね、それ自民党だって、あの、いいかもしれませんけども、結構その報告書を受け取らへんとかわけのわからんね。あ,あんなあるかいな、よね。<laughs> 経団連が最も嫌がる候補を勝てばいい、うん。いや、だから、それは、 いやほんまに野党にある程度勝たしてね、こう、年金の問題とかもね、ちゃんと安心できるように、えー、してほしいと思いますけどね。令和も応援してると。ポスターもあった。さっきさんのところすごいですねい。いっぱいなんか応援してるんですかね。もう全部ポスター貼ってるとこありますからね、あれね。 あの幸福実現党から、えー、何から何までねあの全部張ってる家とかありますよ、うん、え今回消費税10%いってるのは自民公明だっけど、うん、いやほんまほんまちゃんとねあのやってほしいですよねほんまねだも、うん、んとね せめて、ちょっと考えてほしいですね、やっぱり年金のこととかね、あの消費税のこととかもそうですけど、うん。いや、だからね、これ、アルトさんが、あの、えー、昨日とつい取ってきてくれましたけど、あのね、小池晃さんの,あの年金についての動画、国会で。 か提案した動画っていうね、共産党のやつ。あれが300万回ぐらい再生されてると、ツイッターでね。うん、っていうのありましたけど。いや、だから1000万以上の所得ある人にさらにこう重く、えー、取るとかね。うんいや、それも本当そうしたらいいのになと。1000万以上になったらもう、 あの、同じ額でいいんですね。1000万円の人も1億円以上稼いでる人もみんな同じ額だけでいいと。うん、それをやめたら、ええ映画なと。もっと何億も稼いでる人からもっと取ると、うん。っていうのは思いますけどね。5000万円説もね、あると2000万円じゃないと。個人的には、 国民主の年金財政検証出せっていうのは高くかしこれ玉木さんのね言ってましたね財政検証。うん。あ六6月にあの出さな、出すはず、いつも出してんのに今回は参院選があるか出してないっていうね。ええー。こんにゃくさん、商売してるとポスター断れないから頼まれたら全部貼る。 えー、そうそうで、商売してるとこはね、本当に。引き下げ言ってるのは、令和新選組だけと。そうでしょうね、これね。うん、だ引き下げるっていうのが、ね、三宅さんがね、<laughs> よう言ってますけどから、それもコストかかるよみたいなね。うん、まあ、でも僕は、まあ、僕はもう山本太郎さんとか、僕は何言ってもいいと思いますけどね、本当に。あの そ,そこにあんまりこう目くじら立ててね、あの、まあ、不信任とか棄権するとかね、この間だの、麻生さんのも棄権したとかっていうのもありましたけど、そこに目くじら立てれば立てるほどね、あの、山本太郎さんの思う壺なんちゃうかなっていうのは思ってしまうんですけどね。えダ、ー、メにさ、お疲れ様。 公明党のポスター貼ってるうちにお願いしたと。令和のポスター、宝の上りまで立てました。島袋のポスターも貼りたいですと。えー、公示直前、選挙中に、えー、政権が消費増税凍結した可能性ないのかな。うんではないでしょそれはもうないと思います。だ 昨日、昨日おとつこれも昨日おとついの話だよ。y a のね、トップペンに立つの中小企業庁が、えぇ、ー、軽減税率を導入、10月から軽減税率なんで、なんかこう、えぇ、ー、レジ、レジスターですかレジを買うのに、えぇ、ー、10%か20%かね、なんか補助金出しますよという広告が出てて、えぇ、ー、ああ、もうこれは、 もう間違いなくもう消費、消費税は増税するんやなというふうに僕は取りましたけどね。うん。あのネット広告で言えばね、あの、今なんかこう今日沖縄タイムス見てたら、その自民党の比例区から出るね、山本左近さんと F1 ドライバーの人のネット広告がね、すっごい何やっていうね、いろんなとこに出てるんでね。 あれ何とかしてほしいなってあれ委員会ないよね。えー、ちょっと思いましたけど、それブログに書,書いたんだよね。うん、なんか見たら山本左近さんとか出てくるって何やっていうのえー、新潟統一地方選で忖度発言した塚田国交副大臣は今回改選と。お 内越さんがチャンス。えー、新潟は内越さんっていう弁護士の方でしたっけあれ。なんか言ってましたよねなんか木原さん、こんばん今来ましたと。ありがとうございます。えー、もうね、最近本当と YouTube ライブの方がね、人多いよね。ほんまに。もう、すごいありがたいですね、本当に。ありがとうございます。えー、 あの初,めて初めて聞いてくれた方はチャンネル登録も、えー、していただくと、えーあのー、僕のくだらない話が、えー、毎回聞けますよと。えー、ちょっと待ってくださいね、えー。国民民主の経済政策は支持率0%の危機感からと結構庶民によっていると。お まあまあ、だから野党はそれぐらいでいいと思いますよ、別に。うん、いや、僕は国民民主党だと頑張ってほしいと思いますからね。あの、議員さんはいい人、結構いてるんでね。うん、まあまあ,あのもう自民党と、自民党に入るとかそういうのはやめてほしいですけどね。うん 財政検証で今後100円の年金給付額を決める大事な行事なあ、そういうことなんですか。うん。それをね、先延ばししてたら分かんないじゃないですかね。で、ほ報告書も受け取らへんっていうね、うん。日米貿易協定、日本の農業大丈夫と。で農業だってね。 え問題ですし、パソコンがまた重くなってきましたね、こね、えー。ママス、パパスさん、こんばんは。ああ、左近の、左 <laughs> 近さんのね、本当サ左近さんの広告、あの、自民党の広告やったらまだね、まだ安倍さんの顔が出てくるとかやったらまだあれですけど、なんで左近さんだけの、 個人広告みたいなのがね、こう、出てくるのかなっていうね。えー、お金いっぱい持ってはるんですかね <laughs> 病院のなんか、えー、病院の経営みたいなのしてはったんちゃうかなと。えー、昔、野球のオルサゲームであったと。 ゲーム感覚のなかなか面白い。新潟工学歴が好きと。えー、島袋圭介祭り。萩生田さんは壁に向かってみんな連れて行く気かしら。消費税増税なんかしねえ、ほんとに萩生田さんも。いやだからほんま、なんかも,もうちょっと、 あのせめて選挙のあるときはね、ちょっと政治のこととかちょっと考えてほしいなと思うんですけどね、えー、自民党に入りそうな人には入れたくないと、維、う、新、ん、もどうよと、えー、昨日の <laughs> はね、あれ、長嶋昭久さんが、えー、自民党に入るかもしれないという、えー、報道があって、で今日は宮宅由紀子さんが。 えー、今日でしたっけね、なんか電話インタビューしてはりましたけ。えーまあ、来週ね、あのーえー、ちゃんと会見しますと、長嶋昭沙さ,さん言ってましたけど、うんえー、そうそう、長嶋昭さんも自民党に入党するみたいですねと、えー。まだ本人ははっきり、あのー、そこまでは言えないと、来週。 えー、きちんと会見しますって言ってはりましたけど、まあ、もうほぼそうでしょう、うん。どこ行くんかね、2回派に行くんでしょうかね、ようわかんないです。まあ、だから野党の人もね、なんか自民党に行きたい人いっぱいいてますかね、細野さんとかも。自民党に入りましたけどね。 どうしてもね、なんか生活かかってるからそうなんのかなと思ったり。マスコミするしたけど、5年前の財政検証で我々の受給額型と下げられた。あ、そうなんですか。5年前とは自民党が政権取り返した時ですか、これね。ちょっとしたね。えー 前原さん、松原さんとも自民、なんかそんな気しますよね。うんまあ、そういうのが出ても全然不思議じゃないなってい、えー、思いますけどえ。ちゃんとしてくれるやったらいいですかね。ちびーヌさん、今夜ありがとうございます。ちびーとさん、今夜ありがとうございます。うん、まあ、あっという間に37分。 ですか、これねこっちは今夜今夜あったんかいない、ね、ありましたねまあまあね本当にじゃあ本当なんかねあのー、ご,ご,ごめんなさい YouTube ライブの方がなんか本当になんかねありがとうございますもう92人の方が、えー、聞いてくださってるみたいでなんか、うん なんかもう本当ちょっともうがん、頑張ってますんで、えー、選挙ということでね、えー、頑張ってますからね。もうもうツイキャスの方もありがとうございます。うん、いや前、前は、前は YouTube ライブの方がね、全然少なかったんですけどね。えー、本当に、まあ、これも皆さんのおかげでね。当時は安倍政権の支持率高くて問題にならなかったけど、 今回は財政検証出すのに5年前、年金減らした分が、バレて2000万円問題にと。そういうことなんですかね。だから5年前に減らしたから結局、あのー、2000万円いることになったんだよっていうことなんでしょうかね、これ。これ怒らなきませんよ、これ、ほんに。ミミカさん。 ちょこちょこお邪魔してます。いや、ちょこちょこお邪魔してくださいと。もうね、あのー、もう、あの、しょう、しょうもない話かしませんけど、<laughs> しょうもない話ってことはないですけど、そこそこ、そこそこ、あのー、なんていうかね、こう、ためになる話も、えー、まあコメント書いてくれる人がね、あの、すごい、 皆さん、僕より知ってる人ばっかりなんで、ねえー、そこそこね、あの、いい配信になってるんじゃないのかなって、思いますけど、ねうん。イラストのワンちゃんも、可愛くてツボです。ありがとうございます。ワンワンみたいなね。<laughs> <noise> <laughs> <noise> <laughs> 温泉太郎さん、こんばんは。え <laughs> ちょ、ちょっとね、ちょっと、あの、 パソコンがね、だんだん重くなる。なんで重くなるのかなほんまに。なんでパソコン重くなるのかなって、ね。まあ、1時間ぐらいで、えー、終わると思います、えー。ちょっと待ってくださいね。き今日の宮本武さん、またよろしくと。えー、あ、宮,宮本武さんね。今日の宮本武。えー もうあれ、もう1週,1週間ぐらいやったんですよ、2週間ぐらいやったんですからね。まあまあ、頑張ってほしいですね。あまた、あのー、この間無所属でしたけど、次は共産党から <laughs> であると。いや、それがいいと思いますよ。えー、安倍政権はかつて6%年金を下げてますと、うん。そんな下げてるんですか。 6%年金下げて、えー、消費税上げると。えー、舐めてんのかよね。うんま消費税って社会保障のために使うんちゃうんかいなよね。で、全然使ってないという。2割ぐらいしか使ってなかったんですか、社会保障に。 もう3ヶ月半以上も開店休業状態の予算委員会が開かれないまま、通常国会会期末迎えると、うん。ねえ、2000万円必要だからじゃねえよと。ね、怒ってるでて、怒りますよね。怒っていいですよ、本当に。ワン、え、マックさん、え、これワンちゃんだったの何でもいいですよ <laughs> 何でもいい。何でもいいです。もう。 ワンちゃんでもね、あのタヌキでも猫でも何でもありなんでク。クール B さんですか、麻生太郎さん、なめてますけど何かと。麻生さんみたいな、別にね、ほんま年金あの、もらってるかどうかすらわからへんでしょ、麻生さん。ほんまに。そんな人、年金いらんやろうよね、ね。給付。 もう富裕層はもう、取るだけ取ってね、給付なしでもいいんちゃうかっていう思いも、だけんなよと。ね本当に、うん。まあね、まあ、こう、いやいや、でもだんだんね、あのでもだんだん、あの、てっきり豚さんかとごめんねと。えー もう,もうね、あの、あの、言ったらあかんようなこと言いそうになりましたけど、言わん、言わんとくわ、言うね。もう,もう,あのもうね、ほんまに。もう何でも言うてくれと。何でも言うてくれ、言うね。年金は今回の参院選にどれだけ響くのか知りたい。いや、僕は知りたいですだから、こないだのね、そのフジテレビの、えー、僕があんまり好きじゃない平井、 文雄さんでしたっけあれ、えー、僕のあんまり好きじゃない平井さんが、えー、自民党は今回の件で数百万票比例で減らしそうだということを言ってはったんでね、うんあのだ影響あるんちゃうかなと思います、比例だけじゃなくて、やっぱり秋田とかね、その激戦区、1人区ね、あのやっぱり影響あるんちゃうかなって。 2000万円俺の飲み代金とそう麻生さんの1年間の飲み代が2,000万円で日韓現代に書いてましたからねどんだけ飲むねんっていうねまあねあの、ま、飲むだけじゃなくてえ女性がいるとことかねそういうとこで飲んではるからそんだけかかんのかなと思うんですけど。 あんまり好きじゃないのに見るのは偉いと思います。俺には無理と。えー、そんな人に年金減らすのを決められても困ります。今信用できる政党な一茶さんね。タピオカ飲んでる場合やないと。もうほんまタピオカもね、あの、業務スーパーで仕入れてきて、えー、あの、業務スーパーで買ってきたタピオカに、 ミルクティー入れててて売ってるっるうのがね、この間あのニュースポストセブンに書いてましたけどもあれを500円で売ってるっていうねもう羨ましいな大行列できてますよ大阪とか、まあ、東京もでしょうけど、ね、ちなみに私のかなり保守的な親族と年金問題話した時涙を浮かべて、えー 自民を批判してたのに驚いたとい。保守的な親族の方が自民党を涙ながらに批判してたと。いまあ、影響あるんちゃいますか、これ、えー。このメッセージは確認待ちって書いてあます。<laughs> まあ、まあそんな変なことは書いてないです、ね。自民党が国民舐なめまくっていると。うん 結局自民党、勝つんだろうな、うん、だ自民党与党過半数っていうのはまあこれ、ね、この間安倍さんが勝敗ライン、与党過半数って言ってましたけども、まあ、それはいくんだろうなと。えー、あのっていうのはまあ予測されてますよね。ただ3分の2まではいかへんのちゃうかと。えー、かなと。 ちょっとあのメッセージ確認待ちがちょっと連発してますけど、ちょっと怒ってる人が多いみたいですね。えー、あの、えー、まあ、そんな変なこと書いてるいです36年後には玉木さんが年金告発すると発言したと C さんが質問したときに安倍さんがそういう議論はすべきじゃないと答弁した。えー、もうわけがわかります。うん。いや、ほんまに。 500円、少し高いと。なぜタピオカが流行ると不況が訪れると。なぜかタピオカが流行ると不況が訪れると経済評論家が言っていましたと。ほんとかもと。おまかいな。あれを500円で買う女性の心理がようわからへんなっていうね。行列で並んでまでね。なんか芋入れた、 あのミルクティーでしょタピオカミルクティーっていうのはね。何がいいんやって、ね。美味しいんかいって。うん、いや、あれを500円で買う心理がね、僕にはちょっと、えー、理解しがたいものがね、思いましたけどね。ね与党過半数いかないければ自民の改選議席は40ぐらい。 そこまで減らば、うん、まあそれはないでしょうね。えー、40ってことはないんちゃいますか芋でしょ。太る気するのに女子がでんぷん玉入りミルクティー飲んでる意味が分からない。まあ芋やから食物繊維はあるんですかねよう分かんない。 飲みたいとも思いませんけどね、僕はね。でも、こっち人気はあるんですよ。大阪でも、あの、全然有名じゃない店でもね、あの、行列でき、できてましたからね。震災橋とかね。消費税1割だから、不況は不可避だね。とうん。ほんまですよ、これ。ほんまに。 軽減税率もほんまに、どれだけの人がね、分かってんのかなっていう、ねうん。いや、だからもう外食とかあんまりしなくなりましたよ、僕は。ほんまに。それはもうなんかね、あのー、ちょっと店で食べたら1000円ぐらいすぐ飛ぶんでね、そしたらもう家で食った方がええんちゃうかと。 タピオカはカエルの卵を思い出すと。うん、お前、カエルの卵ジュースみたいなのありましたよね、あれ、名前忘れましたけど。ドン・キホーテかなんかで見て、うわ、こんなん誰が飲むんやろうと思いました。えー、いや、意外と美味しいらしい。軽減されません。うん、8%のままですからね。軽減じゃなくて、ただの据え置きだから。 本当に末置きですよねもういや、だからお金使え使わへん人が増えるんちゃうかなっていうねほんならやっぱり余計経済が悪くなるんちゃうかなっていうのは思いますけどねほんまにもうまあね本当にこう 参院選2 0 1まあ、それなりに参院選のね、話になってると思うんですけど。ええー。まあまあ,あ、りがとうございます。しかも、9ヶ月、九月、九ヶ月で終わりええー、軽減するのは0%だと、うん、そうそう。なんでなんかなと思いますね、ほんまに。 食品には課税しないとかね。そんなんやったらわかるんですけど、食品は8%のままでしょ。野党を書くともっと消費税の増税反対を強く言ってほしい。いそうですね。ほんまに。もう頼ますよ、と。はい。だからもう、もうここでほんともうちょっとね、野党が、えー もう、ね、老後2000万にしろ、消費税にしろ、強く言ったら、えー、1人区でひっくり返る可能性がね、えー、あるんちゃうかなと、うん、思いますんで,で。それは頑張ってほしいなと思す。もったいない、もったいない、ね。もったいない今日っというの、大阪でね、ありましたけどね、あの、丸ビルの社長がね、 あの吉本さんっていうんですか、ね、吉本ケチ彦さんとかっていうなんか「もったいない今日、えー」っていうのをテレビで見た記憶がありますけど2013年参院選は自民65公明11維新8みんな8民主17社民一共産8と。 だこういう、似たような結果なんちゃいますかね今予測されてるのもね。うん、だこん。こんなもんでしょたぶ、うん。今、ちゃんと、あの、あれ持ってないんでありますけど。貯蓄にしましょうと。参院選で野党勝利願います。ソラゴンさん。数が増えますように。えー。だから、せめてね、本当に、 あのもう投票行ってほしいなっていうのは思いますよね。消費増税反対と、うん、そうそう年,金年金も大切だと思いますしね、うん、消費税も大切です。2000円は月前まで小泉さんの自民が優勢でしたが、 年金で岡田民主が50、小泉自民は49にとどまった。あ、そうですか。おー。だこういうのありますからね。いや、だから今必死になって、あの、野党は、なんかこの年、老後2000万円問題言い過ぎや、みたいなことを著名人に言わしたりね。あの、お笑い芸人とかにまで言わしたりとかして。 えー、なんとか沈静化を図ろうとしてんのかなという動きにね、見えてしまうというかね、うん、いやかなりやっぱりその安倍人民はかなり警戒してるというのはあると思います、ね、うん。やっぱ危機感の表れですよね。この間まであの、衆参ダブルやるぞ、みたいなね、必死に煽ってましたけども、うん。今はもうそういうのは全然通用してない。 トリコさん今夜ありがとうございます日本の有権者の怒りのツボは年金なのか,だかお金の問題はやっぱりシビアになるでしょうね消費税の問題にしろね、まあ、やっぱお金の問題というのは大切やと思います、ね、孤独のグルメのロケ地聖地巡礼してますと、えー、軽減税率で外食しづらくなります 聖地巡礼してるん孤独のグルメでい。いいですね、それもね、うん。欧州の軽減税率は9ヶ月限定とかじゃないですか。2軽減税率って9ヶ月限定なんですか、これ。そうなのこれ。軽減税率は9ヶ月限定なんですか、アルトさん。投票に行きましょうと。年金問題は鎮静化しないと。うん しないでしょ、これね、ほんまに。年金問題は何しろ、麻生さんの態度、評判が悪いと。うん、ほんまに。与党に勝たせたら、消費増税、えー、プラス会決と、うん。ほんまにね、まあ、そこはちょっとね、今日なんか沖縄のね、慰霊の日っていうのもあってですね、やっぱこう。 あのまあ、さに戦争、ああいう戦争になるかどうか分からんにしてもねその、そういう、なんていうんですかね、このアメリカの先兵みたいな形でね、自衛隊がどっか行くというのは、やっぱりちょっと考えてほしいなと。 もう,もうすぐ1時間ぐらいです、うん、コストかかるコストかかるね9ヶ月限定やとほんまにあれですねこんななんかもう。 2016年は自民56、公明14、うん。こんな感じですか、これ。だんだんまたパソコンがなぜか重くなってくる。いい方の太郎ちゃんが消費税に特化したこと、最初はちょっと違和感あったけど、正しかった。 テレビに出てる年連中からしたら2000万なんて屁でもない、うん。そうそう。であのだからテレビの芸人とかもね、それがまたあの仕事につながったりね、なんかあのしますからね。えー ヨッは閣議決定答えることともしないと決めた日本が新日国イランを攻撃するなんてことは絶対に避けなければいけまあね、この間、あの、あれ、ありましたもんね。嫌いの、嫌いっていうか、なんか攻撃のね、タンカーの、鈴木哲夫さんが昨日のバイキングで野党が内閣不信任決議のカードを切るかも、えー、 あ、でもこれは出すんちゃいますかえー、うん。なんかそれはなんか枝野さんもなんか言ったみたいな報道が出てたような気がしますけど。年金百年、年金安心100年賞、外交の安倍に賞嘘ばかりと。えー、タ、タウニャさん、こんばんはと。ありがとうございます。 北方領土もね、あの、ロシアのプーチンさんがもう返す気ないって言ってましたしね。それも大きな問題だと思うんですけど。<laughs> もうヤフーのトップに乗ってましたけどね。北方領土も、もうロシアも返す気がないと。うん。やさん何やったんやっていうね、えー。拉致問題も、えー、進展してませんしね。うん 忖度芸人、まあ。忖度芸人みたいなの多すぎますよね、本当に。まあ、あれなんとかもうしてほしいというか。野村放送さん2016年の数字見ますと、自民50ぐらいになると、自民はかなり取れるのか。そうなったらいいですね。うん。まあ、一人区でね。えー、勝てばね。 いおしょうんです和尚さんこんばんはでございますありがとうございますも,もうそろそろねパソコンが重くなってきたんで、ね、えー、これなんとか,か軽くできたらいいんですけど、ね、安倍さん外交問題失敗ばっかりかえさんと,、ね、ということで自民支持してしいよ、えー、ちょっと待って待って あ自民支持しているのは実質14%らしいと。なるほど。うん、おま、<laughs> おまかいなと。<laughs> そうやったらいいんですけどね。えーうん、内閣不信決議、ねえ、解散総選挙に向けて準備しているか、うん。まあこれは進んでないもんね、これね。芸人対抗持ちだからね、文化人じゃない。 うん、ほんまに。もうちょっと芸人がこうね、ほんと吉本芸人とかね。大阪では吉本芸人が維新を応援したりとかね。まああいうのね、ちょっとね、まあ安倍さんとね、吉本の、吉本新喜劇に出たってありましたけど、ちょっとなんかもう、あれやなと思いますね。卓球おばさん。100年安心。 年金プランに書いたも字と、うん。ほんまに。だ1円でも払,払ったら年金はね、年金制度は保たれるみたいな、そういうことなんでしょ、あれ、100年っていうのは。ほんまに。今回隠れた激戦区は兵庫と、兵庫と神奈川と。うんね、兵庫は立憲安田さんが公明党と最後に一議席争う。 あ、そうですね、えーあ。兵庫ってそうですね。激戦ですね。えー、兵庫って3議席でしたっけ複数の共倒れが心配。うん、汚れ芸人、<laughs> 汚れ芸人 <laughs>、えー一。闇営業、一人食う、えー、乾杯ですね <laughs> そ忖度芸人が多い中でね、えー、上田慎也さんクリームシューのね上田さんとか、えー、ウーマンラシアの村本さんがいるっていうのはね本当に、あのー、貴重ですよねパソコンも HDD を SSD に変えて Windows にアップド古いノーパソでもサクサクいやなんかねいや僕 SSD なんですけどねなんかね,なんかねちょっと あの同時配信やってるからかなんか知らないですけど、えー、まあ、音声はあの通ってるみたいなんで、ねうん、いやいや、でも本当にね、YouTube、あのツ,イキャスツイキャスの方には分からないと思うんですけど、今、YouTube ライブで、ね、129人の方が、えー、130人にな,なりましたね。すごいですね。ありがとうございます。 チャンネル登録もよろしくお願いしますあの。ツイキャスの皆様もチャンネル登録よろしくお願いします。あの、<laughs> もう,うるさいわ、よね。神奈川共産浅香ゆかさんでしたっけね。えー、国民野木さんが市に、に入った松沢さんと大激戦と。あ、野木さんもまた出はるんですね、これね。松沢さん知事だったから、 えー、前回、みんなの党から当選したけど、今回厳しい、松田さんもね、何回も、いや、侮れないですよね、神奈川選挙区も、えー、あれやなっていうねあ、1時間過ぎましたね、もうちょっとで、えー、終わりますけど、うん、忖んコメンテーター、だから、サタデー・ジャーナルが終わってしまうのが寂しいと。うん な今度 TBS はね、今度あの、え自民党のえ田村なんとかとかっていう議員の娘さんを、なんか、えー、その、ニュース番組かなんかの司会にするとかね、そんなん出てましたね。一国の総理が吉本新喜劇に出演していると、うん。ああいうの、ああいうの僕はあんまりようないと思いますね。うん ほんまに。えー、まあまあ、ちゅうことで、えーあ、チャンネル登録してますよと。応援してます。ありがとうございます。もう本当に。もうね、まあの、あの、嘘でもチャンネル登録したって書いてくれたら、ごつつの機嫌良くなると思うんだよなんでやねん。<laughs> 上田さんの後任が、えー、コネ入社の、あれでしょだから 議員の娘かなんかでしょなんか。うん。なんか嫌なね。本当に。止まった。止まりました。えー、まあまあ、ちゅうことで、えー、うん。ちょっと YouTube ライブも止まったみたいなんで、ちょっと、えー、もうそろそろ終わりますということで、ね。えー、またあの、えー、また、 ちょっと、毎日嫌、えー、な嘘はつけないなと。登録してるけど。えー、ありがとうございます。えー、SA さん、こんばんは、お久しぶりです。チャンネル登録した、してますと。ありがとうございます。えー、チャンネル登録しました。えーね、もう、怪しいと。嘘かいよね、ほんね。えー、まあ、中国語で、えー だんだん重くなってきたんでね。えー、これで、また終わりますと。えー、多分毎日喋ってると思うんで、えー、また、あの、気に向いたら来てください,いうこと。えー、もう本当に、ツイキャスも、YouTube ライブも、えー、よろしくお願いしますえー、本当に。ちゅうことで、えー、これで終わります。ま、また、また明日ぐらいに、ということで。 と <laughs> いうことで、えー、そうそうそう田村さんねこれねツイキャスのコーメント欄のタイムスタンプ表示されないあそうなんですかなんでなんでしょうかねえー、僕にはよくわからないませんということで、えー、また明日間垣さん今夜ありがとうございます終わりますということで。